ゆりチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆりです。今日はなんとですね、昨日の動画でバクさんとの弾き語りを載せたんですが、皆さんどうでしたか？とても素敵だったのではないでしょうか。早速ですが、今日はバクさんに来てもらっています。いきなりですが、バクさんのモザイクを剥がしていきたいと思います。今日はね、バクさんの全てを暴いていく動画なので、皆さん、いきますよ。ビリ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 。なるほど。さあ、変わってくれ。もうバクさんに変わってくれ。すいません、バクさんに変わってくれ。申し訳ございません。失礼しました。バクさん変わりますね。これ、編集で面白くなるんですか？分からない。え、面白くしてくれたのかな。変わってくれ、もうどんにくれ。失礼します。では、本物のバクさんに来ていただきたいと思います。バクです。よろしくお願いします。いや、今日はですね、はい、いきなりこうバクさんを家に誘ったわけじゃないですか。はい、お邪魔します。本当に連絡いきなりしてすみません。いや、ありがとうございます。いやいやいや、キメラズは仲間だということを、はい、前回の動画でこう話したじゃないですか、うん、はい、こちらにあります。皆さんぜひリンク飛んでください。で、あの時にバクさんいっぱい出てくれるって言ったじゃないですか、はい、で、僕たちちょっと最近何あげようかなと思ってて、うんうんうん、そういえば僕たちにはファミリーバクがいるじゃないかと、はい、素敵なミュージシャン、はい、バクがいるではないかと、はい、ということで今回電話して呼ばさせていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まさかね、電話した4時間後に家に来てくれると思いました。違いない、ほんとに。ちょっとびっくりして、この4時間すごいドキドキしっぱなしで、あと、何するんだろう、何を喋るんだろうっていうのをずっと考えてここまで来たんですよ。ですよね、ですよね。そりゃそうだよな。いや、だってね、もう呼んでる時間も結構遅いですから。そうだ、もう11時半です。なんと、はい、今日スーパーリッチをジュンと見てて、ベテルギウスが流れてきた瞬間に、うんうん、バクさんとベテルギウス歌いたいということで、はい、昨日ベテルギウス歌ったじゃないですか、はい、本当にすごく素敵な歌。いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです。いや、本当に楽しい。僕、はい、ハモリがそもそも結構これはもう公言してるんですけど、うん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 、そんなに得意じゃないんですよ。へー。このカラオケでコラボしてる時もコラボ相手の方は僕が歌ってたらすぐハモってくれるんですけど、うん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 、でもそのなんつうんだろうな、この難しい曲っていうよりは、うん、どっちかというとドライフラワーとか、うん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 、すごく聴いてくれて、うんうん、本当にハモリをなんか考えてくれて歌ってくれるみたいな感じだったので、うん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 、ベテルギウス今回こうハモってくれたじゃないですか、はいはい、あれは何なんですか？あれはもう知ってたんですか？それともうん、その場で考えたんですか？いや、この4時間で仕上げてきましたよ。すげえ。ね、Spotify 開いて、1位のベテルギウスを開いて。いや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 、あれ、ほんと、そんなの剥がしてますよ、ほんとに。ゆりちゃんで何でもできるんですから。家でずーっとハモリをやって。いや、めちゃくちゃ嬉しい。はい、まさかこんなに早くコラボすると思ってなかったんです。いや、ほんとに。今日はなんか、いろいろバクさんにちょっとインタビューっぽいのしていこうかなと思って、はい、僕もたまにインタビューされるんですけど、はい、まあそちらで、もうインタビューってどういうことをするのか、もう全部熟知してますので。今回は全部丸裸にしていきますよ。じゃあ早速ですが、はい、いいですか、陽子さんとは、はいはい、あれはどういう関係なんですか？は兄弟で、ホームページだったりとかにも書いてあるんですけど、うんうん、仲良しでやってます。いましたよ、ツイッター、はいはい、ちょっと恥ずかしいんですけどね、これは一生で言いますよ、うん、あれはいいですね。いいですか？河合沿いで2人で歩いて歌ってるやつ。うわ、いいね。あー、やりましたね、はい。エモいよね。エモい。俺があそこにいたらすぐ気づくけどね、あんな素敵な歌をさ、うん、歌ってたら、うん、あれ普通の人じゃねえぞ、あれ。まあ、確かに確かに。なるよね。確かに。あの時気づかなかったんですか？いや、気づかれないんですけど、僕たち前よりかは、うん、まあ、ちょっと知ってる人が増えたのかなって思っていて、かなりドキドキしながら、あ、もうあの人もこの人も気づいてるんじゃないかなって思って歌ってたんですけど、誰も気づいてない。いや、でも俺はバクとヨーコ世界的ミュージシャンになるべきだと思う。いや、確かに世界的ミュージシャン。この歌はマジで激ヤバですよ、うん。いや、ありがとうございます。あなた本当歌激ヤバです。ありがとうございます。もうゆうくんそんな言われるとね。僕今までこう歌をこう聞いて、自分のライブの MC でも言ったんですけど、うんうんうん、こう曲を聴いてすごいいいなと思うことは正直いっぱいあるんですけど、うんうんうん、こう曲を聴いて悔しいって思うことってさ、うんうん、俺あんま言わないじゃん、うん、確かに。でも俺パラレルワールド聴いた時、うん、めっちゃいい、しびれるとか言いながら、うん、でもなんかちょっとイラッてする。イラッてする。おー、いや、それ普通に、うん、なんでこんな素敵なメロディー、素敵な歌詞生まれてきちゃうわけ、うん、あれはキメラさんが作ってるんですか？あれはそうですね、パラレルワールドは、うん、キメラズ。あの曲をどうしてこんな風に歌えるのって、なんかすごく悔しくて、すごいと思いますね。ずっとやってるもんね、それ。いや、めっちゃいいよ。だって俺
あの TikTok を見て、はい、パラレルワールドを歌ってる人を見つけては、うんうんうん、あのコメントしてコラボしてもらってますから、ね、その動きを全部見てますめちゃくちゃ押してくれてると思ってもう、ね、狂ってますよね、やってること自分の曲でやったことないんですよ、だってで、なんかあの、はい、Twitter のなんかフォロワーチャレンジみたいなのやってるじゃないですか、うんうんうん、何人目指してるのか1万人を目指していて、うんうんうん、で、1万人に行ったら、うん、陽子と2人で、うん、あの生配信でキャスをやりたいなっていう話をしていて、見たいですね、見たいです。別になんなら、うん、もうバクと陽子1万人行ったら、うんうん、ゆうりチャンネルをちょ貸して YouTube ライブしてもらうと思う。それめっちゃよくない？ああ正直こう Twitter ってやっぱちょこちょこしか広がらないじゃないですか、うん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 、でこうでもなんか一個きっかけがあれば、うん、グッて伸びるかもしれないじゃん。確かに。だから1万人まで行ったらそれどうですか？そんなことしてくれるんですか？どう？めっちゃよくない？めっちゃいいね。あの確認とか誰にもしてないからあれだけど、もう僕口説きますからどう？めっちゃよくない？めっちゃいい。なんかさ、今までバックさんとヨコさん別々でしかコラボしてないから、うんうんうん、一緒に聞けるのはね激アツ。じゃあフォロワー1万人行くためにマジで応援するんで、うん、ちょっと何か考えようぜ。そうだ、ツイッターとかで特典やりたいけどね。ああ本当はなんかボイスメッセージとか特典のそのなんかあ、ボイスメッセージいいですね。メッセージとかいいっすね。なんかあれやってるじゃないですか、うん、おはようこう、あ、やってます、おはばくだいやってますね、やってます。あれはようこが主にやってるんですけど、モーニングコールどうですか、はい、モーニングコール、モーニングコール、あモーニングコールレアですね。あのバクとようこのモーニングコールで喜んでいただけるならいくらでも。ちょっとでも弱いですね。弱い。もう一個欲しいですね。もう一個欲しいですね。おやすみコール。あぶら、俺ふざけんなって言いそうだったの。これに関してはちょっと考えます。はい、ただ本当に、どっちも一番に行ったら、マジでちょっとゆりチャンネルで、バクとヨーコスペシャルライブ的な感じで、はい、YouTube ライブやりたいと思う。そうマジで。もう今決めた。はい、おこれは嬉しいですね。なので皆さん、概要欄に、はい、全部貼るので、そうだ、マジでフォローしてほしい。お願いします。マジで。ぜひ。マブだから。そしてですね、あの今日僕ちょっとバクさんに言いたいことがあって、はい、何ですか？いいですか、いきなりですか？ぜひ。ポップな話じゃないっすよ。ポップな話じゃない、うん、マジでちょっとユーリンしないっすか？おー、ユーリン戦いましょうよ。やりましょうよいいですか？どう？ぜひ。それはいいな。だからマジ、煽りどうする？そうなんですね、確かに。あのなんかね、強いこと言ってもお前絵に隠れてんじゃんみたいなそうだねまあそこはでも順に任せるよ。最高の煽り作ってよ、バクさんで。プレッシャーエグいな。半々で出るから。俺もちろんその前に煽りがもしも10あったら、うん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 、5-5でちゃんと分けますからね、うんうんうん、だから僕5しか出ないですから、5はもうバクさんやってください。5はちゃんとじゃあしっかりやってください。何かしらでマジでちょっとお願いします、じゅんさん。任せてください、はい、どっちが上かちょっと決着つけましょう、ちゃんと。バチバカ。なんか正直、はい、キメラズって、うんうん、あの僕めちゃくちゃ可愛がってもらってたんですよ、うんはい、まあなんか何うん、バックってよく来てから俺どうなってんですか嫉妬してるここでバチバチ。いやいやいや本当によ、うん、本当マジこれマジ、うん、あそうだこんなに素敵な声だよ、確かに、うん、素敵な声素敵な歌い、うんうん、俺もまあまあいけてるよ、うん、キメラスさんひどいよ。だから有利で決着つけて、うん、ご飯行こうって言ってもらいたいちなみにあの最近キメラスさんとご飯行ってます？キメラさんのご飯はちょくちょく行ってます。ほら、こういうことよ。あの大事です、ここ鍵かく。ちょくちょく行ってます。ね、こういうこと、こういうこと。ただあのバクさん、ちょくちょくかっこ鍵かく大事ですってやってたけど、はい、モザイクなんですよ。モザイクなんですよ、ね。全然映ってないですか、それ。そうなんですよね。僕の身振り手振りは全てかき消されるそ。そう、全部かき消されてるんですよ、うん、本当に。ただ本当に、うん、今回ちょっと白黒つけましょう。なるほど。マジで。はい、楽曲に関しては、うん、俺の曲と、はい、バクさんの曲。うんうんはい、すぐやるかわかんないけど、はい、ちょっと温めましょう、はい、マジでちょっと白黒つけましょう、確実に、うん、まあね、そんな感じで、まあ、今回の動画をまとめますと、はい、バクさんとヨコさんの Twitter のフォロワーが1万人いくとも目指していますので、はい、そっちが1万人いったら、はい、ゆうりチャンネルの方でバクさんとヨコさんで YouTube ライブすると。なんか歌ったりもしていただけるんですか、そういうのは。もちろんです。ぜひ皆さん、歌いますので Twitter フォローしてください、はい、マジよろしくお願いします。お願いします。そして、はい、まあ、今すごく楽しく仲良くやってますが、はい、あ、ほんと心の中メラメラです、うん、嫉妬の炎、うん、ボルケーノですよ、ボルケーノなのでね、いつかユーリンで皆さん白黒つけますので、はい、まあ、僕を応援するでもいいけど、まあ、バックを応援するでもいいけど、まあ、どっちでも好きな方を応援して楽しみにしていただけると嬉しいです、うん、という感じでチャンネル登録とグッド、これです、お願いします、ね、グッド言います。チャンネル登録とグッドはお忘れなく。皆さんそれではまた明日チャンネル登録お願いします。